ビルドアップ苦手なタイプのセンターバックって言われる選手いるけど、もう長年やってんだからいい加減得意になってって思う時あるよね。楽しみ、両作ところでーす。というわけで始まりました、トークサフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はいい選手の定義がわかる動画というわけで、いい選手って何ですかって言われると難しいと思うんですよ。なんで今ね、世界的に活躍している選手、こうハイライトでミドルシュートがすごいとかですね、ドリブルがすごいとか、オーバーヘッド決めたとか、そういうのも確かにいい選手ではあるんですけど、やっぱりここで挙げるいい選手っていうのはですね、チームを勝たせる選手、つまりですね、90分通して、チームにですね、影響を与え続けられる選手、そういった選手を取り上げたいと思います。一つのですね、こう、物差しとして、こう、楽しくね、扱っていただければな、というふうに思います。というわけで、ここからは、プレーの流れに合わせて、5つのですね、いい選手の定義っていうのを、説明していきたいと思います。では行きましょう。まず1つ目。視野を確保し、選択肢を豊富にイメージできる。まあこれそのままですね、周りを見て、まあ僕もね、レオザの分析の中で首振ってっていう風に言ってましたけど、周りを見ることによってですね、今自分がすべきプレー、もしくはしてはいけないプレーっていうのがですね、明確にわかるわけなんですね。最初はわからないかもしれませんけれども、そこでね、成功と失敗を繰り返すことによって、経験値にもなります。守備側もそうですね、周りを見ることによってですね、今、自分のね、担当するエリアに走り込んでくる選手だったり、マークにつかなきゃいけない選手、もしくはマークにつきに行ったら、スペースを空けてしまうので、そのスペースに誰かね、人が走り込む状況じゃないかみたいな、そういったのを全部把握できるのはですね、やっぱり目なんですね。まあ耳っていうので、こう足音で、このね、状況を判断するっていうのもありますけど、やっぱり周りを見ることによってですね、状況を正確に把握できるっていうのがありますので、まずは視野を確保してですね、選択肢を攻撃においても守備においても、豊富にイメージできる。こういったところを一つのね、こういい選手を定義として挙げさせていただきます。で、続いて二つ目。適切なタイミングで適切な場所に、ボールを引き出せる選手。これをですね、攻撃側のいい選手としたいと思います。まず適切なタイミングって何なのっていうふうに思いますね。これはですね、ボールが出てくる状況、そしてですね、マークがおろそかになる状況です。ボールホルダーがですね、パスを出せない時に裏に走ったってそこにボールは出てきません。なのでそういったところに走っても意味ないですし、逆にボールが出る状況でですね、走っていないとそのせいでですね、チャンスを不意にしてしまうっていうことがあります。守備側においてはですね、そういった状況を作らせない。前からプレスをかけに行ってですね、ボールホルダーがですね、ボールを出せない状況にするのもありですし、またですね、裏に走る選手に対して、裏にボールが出てくる状況だったら、ね、ボールホルダーの方も見ていたらわかりますので、ね、準備をして、ちょっとね、バックステップを踏んで、足の速い選手に対して、早めの位置でですね、こう、スタートを切れる。用意度の位置が自分の方が前のイメージですね。なんで、フォワードの方が逆に、あ、準備されてるなと思ったら、下がっていってボールを引き出すみたいな、こういった駆け引きがサッカーのね、面白いところの一つですので、今挙げたのは攻撃側のね、こうディフェンスラインからボールを出して裏に走る時の動きだけでしたが、ライン間でボールを受けるですとか、ね、外のスペースを使ってボールを引き出そうとして内側の選手をフリーにするとか、そういった必要なタイミング、適切なタイミングで適切な場所に動く。守備の場合は適切なタイミングで適切な場所に、現れさせない、現れてもボールが出てこない、ボールを出せない状況にするっていうのがいい選手の定義ですね。そして3つ目、次の動作に移りやすい位置にボールを止められている。まあ、これね、さっき言った話とリンクしますけれども、ボールを出す側も、ね、ボールが置かれてる位置がね、ちょっと離れすぎていたら蹴りにくいですし、近すぎてもですね、詰まってしまって蹴りにくいっていう。これね、自分が一番蹴りやすいところにきちんとボールを置けるのか、それをですね、確実に実行できる選手っていうのが、いい選手の定義の3つ目になります。そして4つ目、ボール保持の際も顔を上げ、周囲の状況を、確認できている。これもですね、今言ったボールを出す選手が、見れていないと、次にパスをするべきなのか、シュートするべきなのか、ドリブルするべきなのか、そこの判断を失敗してしまいますし、ね、その後にパスをもらった選手も同じように失敗をしてしまうっていう、そういったね、いつまで経ってもゴールにたどり着かないことが続いてしまいますので、こういったですね、ボールを受けた時も常に視野を確保しとくっていうのは非常に重要な要素となります。そして5つ目、イメージを実行できる能力がある。まあ当たり前のことですが、その時に浮かんだイメージ、まあシンプルなですね、パスだけではなくてですね、ドリブルで、例えばね、もう5人抜こうって言ってね、それをできる実行力あるのはマラドーナとかメッシとかね、うん、ここでオーバーヘッドして決めちゃおうって言ってできるのがロナウドですので、今までね、オーソドックスなですね、今までは、まあ、ポジショニングだったりですとか、ビルドアップみたいな、そういったね、ちょっと、入り込んだサッカー IQ をですね、駆使するみたいな話を、しましたけれども、そういったスーパープレイをできる能力っていうのも、いい選手の能力の一つですので、ここではですね、そういったところ、ね、普通のパスとですね、スーパープレイ両方合わせて、実行力、イメージを具現化する能力というところで、話させていただきました。というわけで、まあ、ここまでですね、できるだけ、まあ、わかりやすく、そしてね、細かく説明させていただきました。ただ、これをですね、まあ、まとめていて、僕が思ったこと、サッカーっていうのはですね、
ですね、把握した上で取る行動っていうのをですね、実行する力っていうのが技術だったりフィジカルだと思うんですね。この状況で、ボレーシュートをする、それをね、うまく活かせる実行力。ただ、それをですね、実行させないよっていう、阻止するっていうのが、守備側の力だと思うんですね。なんで、攻撃側は周りを把握しながら、ベストな行動っていうのを実行する。そして守備側は周りを把握しながら、取ってくるであろうベストな行動を予測して阻止する。これの連続がサッカーですので、攻撃のイメージを実行できる能力がある選手、実行力がある選手と、そのイメージをですね、阻止することができる。阻止力がある選手、この2つをですね、兼ね備えた選手たちをですね、いい選手として11人選ばせていただきました。こちらです。はい。まずね、阻止っていうところで言いますと、手足提言に関しては、こうね、両手両足を広げてですね、相手のシュートコースをですね、できるだけなくすような、そういった寄せ方をして、このですね、相手との1対1を制すっていう場面が非常に多い。そこのね、タイミングだったり、体の大きさっていう全部を使ってですね、阻止する、そういった能力を持っている選手ということで一つ挙げました。また、サイドからのクロスに対して飛び込んでくるヘディングをセーブするみたいな、そういったシーンも目立ちますので、反射神経やフィジカルの部分、またね、相手のですね、このね、飛ばしてくるシュートへのですね、予測力だったり、そこへの飛び方とか、そのね、細かい技術の部分とか、そういったね、すべての能力を合わせて、阻止力というふうに言いたいと思います。また、攻撃面にも繋がるんですけど、そういった時にですね、このシュートを打たれた時に、手足提言の場合、キャッチングでですね、処理する機会が多いですね。キャッチすると弾かないので、次の相手の攻撃を阻止することができますし、なおかつそこはね、スローイングしてですね、攻撃につなげる、カウンターにつなげるということが、できますので、そういったところは一つの実行力につながると思います。また、左から戻ってきたボールを左足でですね、蹴ることができますし、右から戻ってきたボールを右足で蹴って、バックパスをですね、処理するという感じじゃなく、きちんと攻撃につなげることができます。そこの把握から攻撃につなげる実行力があるというところで、手足提言をですね、ここではお手本の人に、させていただきました。で、サイドバック、カルバハルにしたのは、まず実行力。サイドバックにとってはですね、クロスっていうのはもうアシストね、つながる、非常にね、ゴールにつながるアシストができる武器ですので、そこでですね、精度が高く、いろいろな種類の球筋蹴れます。このね、速いものから、ふんわりしたものから、こうね、カーブしてどんどん、ゴール前入っていくものまで。なんで、こういったですね、このイメージが豊富で、それをですね、実行できる力があるっていうところで、カルバハル、素晴らしいですし、守備側で阻止する能力。ね、高い位置にカルバハルがですね、こう、オーバーラップしていって、その時に相手攻撃になった時に、その瞬間で切り替えでですね、すぐに戻って、相手からボールを奪い返すんですね。なんで、これなんか、阻止する力っていうところでですね、フィジカルと切り替えの時にですね、この自分たちの味方がボールを失うかもしれないっていう、ちゃんと頭が働いている、そこの準備もできているってところだと思いますので、攻守においてこう実行力と阻止力があるというところでカルバハル選ばせていただきました。で、アラバ、この左サイドバックアラバにしたのは、まずですね、サポート力。まあ、攻撃においてですね、さっき言ったように、適切なタイミングで適切な場所に現れるというのが必要ですので、ちょっと昔の話になりますけど、自分の前のウィングのリベリがボールを持った時に、リベリのいる場所によってですね、内側走るのか外側走るのか、そのタイミングとですね、その走り方っていうのが完璧なわけなんですね。そして、そういったですね、周りを助けるようなポジショニングだったり、このね、ボールの配球なんかをサイドバックだけではなく、センターバックでもできるといった、そういったユーティリティ性も加味しまして、左サイドバックアラバーしました。そしてセンターバック、ファンダイクとピケにしました。まずピケの場合はですね、準備力、サイドバックの裏のスペースだったりですとか、ブスケツの脇の、アンカーのね、脇のスペースなんかを疲れそうになった時にですね、きちんと出ていって、そこでですね、相手に、このね、ボールを触れさせないで回収してしまうみたいな、そういったプレイが非常に得意です。この辺なんかはですね、非常に、高い準備力の賜物だと思います。阻止力がありますね。そしてですね、足が遅いというふうに、まあ、言われていると言いますか、ずっと、ドリブルで抜かれやすい選手でした。ただ、今シーズンから抜かれていない、相手のですね、プレイを研究してですね、それによって自分が抜かれるパターンだったりですとか、相手の得意なドリブルパターンを、こうきちんと把握しているから、そこに対して対応できている。この辺なんかは、ピケがですね、まあ、ビジネスマンとしてですね、方々飛び回ってるっていう、そういったね、詳細から来る、こう、ビジネス成功する人っていうのは逆算力が非常に高いんで、なので、相手がどういった攻撃をしてくるのかっていうのを、前もって、こう、スカウティングサイトとか、分析官とかとですね、話し合って、そういった、自分のスピードはないけど、そこに対応する力が高いっていうですね、そういった選手になっているんじゃないかと思います。で、逆にファンダイク、元のフィジカル高いですけれども、そこにきちんとですね、予測力っていうのが、相まってますね。どういったところかと言いますと、例えばスパーズの試合
合で、シソコという選手がですね、キーパーと、まあ、1対1の状況で、横パスすればですね、もう一人フリーの選手がいた。ただ、シソコとキーパーの1対1、そして横パスされてフリーでゴールに、こうシュート打たれるみたいな感じ、この2つを天秤にかけた場合にですね、ファンダイクは、あえてね、寄せないみたいな、あえてシソコにシュートを打たせるみたいな、そういった選択肢を取った場面がありました。これはね、周囲の状況を把握していたからこそ、できたことなんで、まあ、阻止力があると言えます。そして、この両ディフェンダーですね、まあ、自分が頭の中に描いたですね、こうパスを実際に実行できるファンダイクがね、このフォワードのですね、このマネサラフィルミーノにですね、ズバッとパスを通すシーンというのはたくさんありますし、でピケはですね、ファンダイクほどはないかもしれませんが、ただですね、ボールをつなぐ際にすごく安定したビルドアップをしながら必要な場面で縦パスだったりサイドバック高い位置を取ってる選手に、パスを送ることができます。これなんかもですね、周りを把握した上で必要な場所にボールを止めて必要なところにボールを送り込むっていう、まあそういった実行力の賜物だと思います。ブスケツに関しましては攻撃面で必要な場所に必要なタイミングで現れる。例えばですね、センターバックがプレスかかっていたら下がっていってですね、3バックかダウン3になることによってですね、球出しを、前線にね、こうボールを送りやすい状況を作るっていう、そういったことができる選手です。また守備においてもですね、この阻止力っていうのがすぐにね、この攻撃の方に自分の実行力に移るんですね。これもうちょっとわかりやすく説明しますと、相手ボールになった瞬間の寄せが早いっていうか、もうその相手ボールになる、地点を予測してる。なんで相手がですね、攻撃さ、ここから始めるぞっていう時にもうブスケツが目の前にいてボールかっさらうんですね。そしてそのかっさらったまんま味方のね、フリーの選手につけるみたいな、この、一連の動作が神がかっていまして、この阻止から自分たちの攻撃に移れるというところで、ブスケツをいい選手として一人挙げさせていただきました。で、続いてワイナルドムですね。ワイナルドムに関しては、相手が適切なタイミングで適切な場所に動いてボールを引き出したい。つまり自分たちの急所になるような場所をですね、すぐに埋める能力があります。ただ、それ埋めるだけじゃなく、自分がそういった場所に出ていくですね、そういった実行力もあるわけなんですね。なのでこれは攻守において周りを見て必要なですね、プレーを頭の中でイメージできているから、やれるプレーだと思いましてここに挙げました。デブライネに関してもブスケツのようにですね、まあ、サイドバックの裏に降りていって、数的優位を作り出して球出しできる環境を整えると、またですね、適切なタイミングで適切な場所に動くというプレーで言いますと、相手のサイドバックの背中側を走っていって、それによってね、相手のサイドバックは死角に走られますから、このね、対応がしにくくなりますし、そこでボールを引き出すと今度マイナスからのね、クロスっていうのを上げることができます。ってなると内側で待ってるですね、守備をするセンターバックたちは自分が準備したくてもデブライネが上げてくるクロスと自分のマーカー両方見られないという状況になりまして、そこで高速のクロスが入ってきて味方の選手が決めてしまう。そのクロスの精度も非常に高いので実行力があるということで、適切なタイミングで適切な場所に動く、そしてそこでね、きちんとボールを蹴りやすい場所に置く、そこからのクロスの精度が高い、まあ、相手側の選手、こうね、守備する立場としてはですね、常に数的優位だったり、死角を使われたりとか、状況をね、把握できなかったり対応できない状況ばっかり作られてしまうので、ものすごく嫌な選手なんで、味方にとってはこれ以上心強い選手はいないって感じで、本当にいい選手だと思いますね。マネの場合もですね、必要なタイミングで必要な場所に動く、このね、ディフェンスの死角から斜めに走っていってですね、ゴール前でボールを受けるという、そのね、裏のスペースでボールを受けて、キーパーと1対1になるような、そういった場面を作り出すことができる能力を持っています。またですね、そういった状況を作り出せないような相手がね、裏のスペースをですね、こう消してきた場合も、自分がボールを持った状態からですね、イメージした最善の行為、つまりですね、独力での突破からのシュートっていうのもできる選手ですので、この適切なタイミングで適切な場所に動きながら、自分がボールを持った時にですね、強引に、チャンス、またね、得点を、このね、生み出してしまうっていうのはですね、マネの能力の一つだと思います。そしてこういったことをできる選手っていうのは、得てしてこの相互関係なのかもしれませんけど、守備での献身性、そのね、守備の時に周りの状況を把握しながら、相手の選択肢を絞る、まあ阻止するっていうことはできなくなってしまいがちです。ただマネの場合は守備でも必要な時にきちんと下がっていったり、前線にプレスをかけることができる選手ですので、ここで特にいい選手として左サイドを上げさせていただきました。で、右のグリーズマンはですね、セカンドストライカーとして上げさせていただきたいと思います。グリーズマンの場合突破というのはしません。ただ突破しなくてもいい状況、もう抜いた状態からボールを引き出してみたいな、そういったね、奥座ボールをできる選手ですので、なので周りの状況を把握しながら適切なタイミングで適切な場所に動くことができる。で、そこでの得点力が高いっていうのは、必要な場所にボールを置くことができている。そしてシュートもね、決まってるので実行力も高いというところでグリズムを上げさせていただきました。そして守備においてもですね、相手が一番通したいパスコースを切っていたりですとか、相手のサイドバックの上がりに自分がついていって対応するみたいな、そういったですね、阻止力もきちんと持っていますので、非常にスーパーな選手だと思います。で、続いてレバンドスキーですね。
これレバンドスキーの場合はですね、この実行力というのと守備での阻止力というのがですね、特に他のですね、フォワードの選手たちに比べて高いと思って、挙げさせていただきました。得点力があってもですね、この実行力の部分でポストプレイ力というのがない選手がいるんですね。このどうしてもフォワードの選手というのはマークをですね、ゴールに一番近いので受ける存在です。てなると強引にボールをキープする必要があります。その強引なボールキープっていうのをしつつ、なおかつ得点も取って、そして守備の時には周りを把握しながら必要なパスコースを塞いでる。これ全部できる選手っていうのはなかなかいないんですね。例えば得点だったらクリスティアーノ・ロナウドですし、得点とポストプレイ両方だったらスワレスかもしれませんけど、この両選手、守備において阻止力というのは非常に低いです。ただこの3つを全部兼ね備えているというところでレバンドスキーを挙げさせていただきました。というわけでね、ここまで挙げたいい選手たち、実行力だけに特化してない、阻止力だけに特化してない、両方に特化してるみたいな、そういった選手たちですので、この2つのハイブリッド性っていうのは求められてくるかもしれません。ただそれでもですね、メッシだったりクリスティアーノ・ロナウド、こういった選手たちがバロンドールを取り続けて、時代でベストの存在っていうふうに言われています。まあ正直な話、実行力と阻止力で言ったら、もう実行力、ここにね特化した2人がなぜですねこれまでベストっていうふうに言われるのか、ただね得点を取ってるってだけじゃなくて、これはですね、サッカーっていうのがですね、チームスポーツだからっていうところを一つのですね、理由にあると思います。なんでチームスポーツだとこれだけね、個人技が特化してる、実行力が特化してる選手が生きるのか、その点はですね、次の動画、いいチームの定義という動画でですね、話させていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。また今日上げきれてない選手でね、いい選手たくさんいますので、皆さんのコメントでですね、いい選手をたくさんこのページに来た方にですね、紹介していただけたら幸いです。面白い動画だと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。レオサフトボールでした。バイバイ。